こんにちは、ともです。今回は α7-4 のアクティブモード検証で手ブレ補正なしのレンズを使ってみます。使うのは SEL24F14GM と SIGMA16mmF1.4DCDN です。 SIGMA16mm は APS-C 用レンズなのでスーパー 35mm モードにして使います。どちらも換算 24mm で同じ価格、手ブレ補正もなしなので同じ結果になるだろうというスタンスで検証してみます。設定は 4K24P のシャッタースピード50分の1秒でジンバルなしのシューティンググリップ撮影でいきたいと思います。公園で撮影しますが、雪道なので段差がありブーツで歩くのでブレが出やすい条件だと思います。ということで早速撮影した映像をご覧ください。まずは SEL24F14GM でゆっくり歩いてみます。いかがでしょうか。手ブレ補正が効いてかなり滑らかです。たまにガタつきがありますが、この条件ではかなり優秀ではないでしょうか。続いて SIGMA16mmF1.4DCDN です。あれ、さっきと全然違いますね。スタンダードモードと比べればかなりいいですが、結構ガタついてます。念のため歩くスピードを速めてもう一度比べてみます。こちらは SEL24F14GM、 先ほどよりガタついてはいますが、もっとガタついてていいくらいの歩き方です。続いて SIGMA16mm です。明らかにガタついています。何が原因なんでしょう。今回の検証は以上ですが、2つのレンズでかなり差が出ましたね。実は α7S3 のアクティブモードで純正レンズを使った方がいいという情報は YouTube などで上がっていました。 α7-4 も同じ仕様だとしたら、純正ではない SIGMA のレンズで手ブレ補正効果が出ないのは納得です。ただ仕組みがよくわからないのと APS-C 用かフルサイズ用かの違いもあるので、まだ確信には至ってないです。とりあえず現時点では純正レンズの方がアクティブモードと相性がいいという印象です。アクティブモードの検証は引き続きいろいろやっていきたいと思います。今回の動画は以上です。この動画が少しでも役に立ったという方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。